剣、流星、古賀隆一郎博士によって作られたアンドロイド。神風特攻隊で戦死した博士の息子の古賀達夫の姿をモデルにしている。メタルだ。剣流星の怒りと感情が高まり、体内に秘められた全エネルギーが頂点に達し、怒るの掛け声とともに、メタルダーに瞬転した姿。左頭部に自制回路、右頭部に戦闘マニュアルコンピュータを内蔵している。スプリンガ。第2話から登場。メタルダーの相棒のドーベルマン型ロボット。超人機開発前に実験用として開発された。人の言葉を話し、メタルダーのメンテナンスやサポートを担当する。扇、ムアイ。第2話から登場。週刊アップと契約しているカメラマン。流星が古賀博士以外に初めて出会った人間。明るく好奇心旺盛。マンションで愛犬のマミーと暮らしている。北、発光。第16話から登場。モトクロス選手権を目指す新人 GT ライダー。元暴走族。人情に熱い勇敢な性格の持ち主。メタルダーに協力してネロス帝国と戦う。扇、シンゴ。第34話から登場。前の父で、通信社のワシントン支局に勤務する支局特派員。帰国後、ゴッドネロスの調査活動を続ける。古賀、龍一郎。ロボット工学の権威。メタルダーの制作者。家族は妻と息子の達夫がいた。ネロスの企みを察してアメリカから日本に帰国し、メタルダーを覚醒させた。ガイ・セイクール・ギン。ネロス帝国のナンバー2。鎧軍団をまとめる。銀の甲冑と鉄仮面に身を包んだ剣士。豪商タグスキー。鎧軍団の豪商。タグ兄弟の兄にあたる剣王。弟のタグスロンと共に反逆者の処分を主な任務とする。幼少期から兄弟ともにボットネロスに育てられ、剣術を叩き込まれた。豪商タグスロン。タグ兄弟の弟。薙刀使いで、血気盛んな性格なため、気合で物事を強引に押し切る一面がある。暴君中母。鎧軍団のナンバー3。鎧武者風の剣士。クール銀の右腕として振る舞う。腰の刀や、兜の飾りを外した手裏剣、トゲ股など、様々な武器を持つ。暴君非道マン。鎧軍団の暴君。重装甲のサイボーグ。武器はフレイルトたち。ネロス帝国で一番極悪非道な性格で、弱者をいたぶりその悲鳴に快感を覚えるサディスティックな性癖の持ち主。幽刀バーロック。鎧軍団の幽刀。銀色の仮面が特徴の戦士。武器は鎖鎌で、これにジェネレーターで発生させた高電圧を相手に流し込む戦法を使う。正々堂々とした戦いを絶対の信条とする。幽刀ウォッカ。鎧軍団の幽刀。水中戦を得意とする戦士。武器の巨大な森から電撃を放ち、これを回転させて発生させる砂嵐で攻撃する。幽刀ウォッカーツ。鎧軍団の幽刀。ゴリゴン捕獲作戦に投入された新参の軍団員。武器は初代と同じだが、鎧の色が緑であるほか、口元などの形状が少し違う。爆刀士ロビン剣。鎧軍団の爆刀士。迷彩色のアーマーをまとったゲリラ戦の達人。アイアンナックルとしても使える大型ナイフ、それに拳銃を装備し、爆薬やトラップの扱いも得意。爆刀士ガラドウ。鎧軍団の爆刀士。忍術の達人で、忍びのガラドウの異名を持つ。執念深い性格の持ち主だが、部下思いである。口から火炎を吐く。激闘士ベンティ。鎧軍団の爆闘士。怪力自慢の戦士で、長江のハンマーと背中に装備した一対の鎌を武器にする。激闘士ジャムネ。鎧軍団の爆闘士。ボクシングを得意とする戦士。両手に装備する特殊グローブはロケットパンチのように発射され、相手を追尾する。中闘士ムキムキマン。鎧軍団の生身の戦士。西洋風の衣装と鍛え抜かれた肉体で、プロレス技を使い、ムキムキバスターという必殺技を持つ。中闘士フーフー中。鎧軍団の生身の戦士。豪快な張り手を繰り出し、怒ると頭部が大噴火する。軽闘士影。クール銀直属の上級戦闘員。
武器はハイテク手裏剣や忍者刀、電磁ロープなどを装備、迷彩カバーで姿を隠しての奇襲を得意とする。ガイ・セイバルスキー、戦闘ロボット軍団の軍団長。最高のパワーと技を持つ戦闘ロボット。目からの熱線ビームや指のバルカン砲を武器にする。豪将ガルドス、戦闘ロボット軍団の豪将。バルスキーの片腕、超パワーを生かした重量級のパンチと額から伸びる放電メカを武器にする。右腕にミサイル砲、胸にビーム砲を搭載。暴君トップガンだ。戦闘ロボット軍団の暴君。漆黒のボディを持つガンマンロボット。赤い赤眼と武骨な左腕のマニピュレーターが特徴。大型のライフルは岩をも粉砕するほどの威力を持つ。暴君クロスランダー、戦闘ロボット軍団の暴君。二丁拳銃を持つガンマンロボ。卑怯で陰険な性格で、勝つためには手段を選ばず部下を犠牲にするのも意図はない。ユートージャース、戦闘ロボット軍団のユート。全身に12門ものビーム砲を搭載する。後部から火炎を放射できる。爆投死ゴチャック、戦闘ロボット軍団の爆投死。空中から攻撃するゴチャックフライングと敵の首をねじ折るゴチャックロックなど、プロレス技を得意とする。激闘死ゲバローズ、戦闘ロボット軍団の激闘死。高い身体能力を生かした俊敏なファイトスタイル。両腕をペンチやハンマー、鎖に変化させることができる。レッドオシザーゲン、戦闘ロボット軍団のレッドオシ。シャレ神戸を模した頭部に黒子をまとったロボット。死神ザーゲンの異名を持つ。武器は左腕の大釜とナイフ、足先の仕込み場、頭部の角からも電撃を放つ。レッドオシラクソディ、バイオリン演奏用に作られた音楽ロボット。戦闘時は胸と肩にショックアブソーバーがついた戦闘形態となり、ストラディバリウスの音色やバイオリンの弓から放つ音符型ビームなどで戦う。京都シローテール、戦闘ロボット軍団の京都氏。女性型ロボット。主に情報収集や戦闘記録の分析を担当。戦闘ロボット軍団員の能力データを記録している。系統氏でデモス、黒い体に青い装甲をまとったガンマンロボット。武器は右手の銃と左手の三つ股のクロウ。系統死ゴブリット、黒い体に銀色の装甲をまとったガンマンロボット。武器は銃剣が装備された大型のライフル。クロスランダーにこき使われている。系統死ブルキット、戦闘ロボット軍団の若き戦士。武器は右手のカッターと鎖釜。ビッグウェイン、戦闘ロボット軍団の元豪将。伝説の巨人と呼ばれた歴戦の勇士だったが、戦いに虚無と無情を感じて引退し、修理ロボットになった。ガイ・セーゲル・ドリング、モンスター軍団の軍団長。関西弁と広島弁、それに名古屋弁が入り混じった喋り方をする。目からの光線や手からの粘液弾、火炎や溶解液、透明化能力といった多彩な技を使う。豪将ブライディ、モンスター軍団の豪将。俊敏な動きと鋭い爪と牙による肉弾戦が得意。爪から発射する光弾や背中の毒クモ部分から吐きかける糸などで戦う。スパイや暗殺が主に任務。暴君バンコーラ、モンスター軍団の暴君。地中潜航能力や透明化能力を持ち、口から吐き出す爆発性の液体を武器にする。伸縮自在の腕は切られても再生可能。ユートーガマドン、モンスター軍団の誘導。両腕が触手状のモンスター。触手を鞭のように使って相手を縛り上げ、電流を流し込む攻撃を得意とする。火炎放射能力も持つ。爆投死ダムネン、モンスター軍団の爆投死。昆虫型のモンスター。小柄ながらも格闘能力は高く、目から開口線、腹からは毒ガスを出す。生物への寄生能力も備える。激闘死ザケムボウ、モンスター軍団の激闘士。大柄なセミのようなモンスター。腹から放つリング状の光線と羽を震わせて発生する超音波、口から溶解液を出す。ダムネンとつるむことが多い。系統士エドグロス、モンスター軍団最下級のモンスター。腕を伸ばして栄養源のヘドロを吸収できる。口から機械を狂わせるヘドグロスシャワーを吐き出す。
恋人のウィズダムと幸せな家庭を築く夢を持つ。ウィズダム。奴隷女の一人で、ヘドグロスの恋人。普段は人間の姿だが、感情の変化によってモンスターになる。武器は鋭い爪。戦闘能力は低い。ヘドグロスの仇を討つため、メタルダーに立ち向かった。ヘドグロスジュニア。ヘドグロスとウィズダムの息子で、母と同じく人間とモンスター、二つの姿を持つ。液状化能力や、両手より伸びる鋭い爪を使い、素早い身のこなしで戦う。外星ドランガ。気候軍団を率いる外星。戦艦モチーフの重量級のロボット。全身の各部に各種発射砲門を内蔵し、また左手の盾にも5連装の速射砲を装備、一度に十数機もの戦闘機を撃墜するだけの威力がある。豪商メガドロン。気候軍団の豪商。高射砲をモチーフにした復感覚のロボット。両肩にビーム砲を武装し、クロー状の腕の力で相手を圧倒する。ボーコンアグミス。気候軍団のボーコン。潜水艦モチーフのマリンロボ。海中を自在に潜航し、主に偵察や攻撃の任務に当たる。森を発射する水中銃や、全身が魚雷なので特攻により潜水艦やタンカーの破壊もできる。ボーコンダーバーボ。気候軍団のボーコン。ミサイルをモチーフにした全身武器のロボット。両肩に2連装の大型ミサイルを装備し、胸にも4門の中型ミサイル、さらに両腕に小型ミサイルをセットしている。ユートーバーベリー。気候軍団のユートー。ヘリコプターをモチーフにした飛行タイプのロボット。背中のローターを回して飛行する能力を持ち、ミサイルと機銃で武装している。主に偵察任務に従事する。激闘士ストローグ。気候軍団の激闘士。ジェット戦闘機モチーフのロボット。マッハの飛行能力を持ち、バーベリーと共に空中戦の主力となる。主翼にミサイルを2門装備し、レーザー砲を搭載している。レッドオシブルチェック。気候軍団のレッドオシ。戦車をモチーフにした陸戦専用ロボット。野営戦に強く、荒れ地や砂漠でも行動可能。主に中東の石油基地の破壊任務に従事する。美人秘書キー。桐原剛造、ゴッドネロスに仕える秘書。変装して諜報活動や、各国の死の商人との交渉役を務める。メタルダーの監視の役割も担う。美人秘書 S。 美人秘書 K と共に桐原剛造に仕える秘書。桐原剛造。桐原コンツェルンの若き総帥。新宿の超高層ビル群を見下ろす巨大なハイテクビルにその本拠を構え、慈善活動で高い名声を得ている。帝王ゴッドネロス。桐原剛造が秘書たちに、私を夜の闇に包めと命じて、裏の顔である世界的な死の商人へ変貌した姿。ネロス帝国の絶対的支配者であり、四軍団を率いてメタルダーの抹殺に執念を燃やす。ゴーストバンク内の玉座に鎮座し、戦況を見守る。老人。花の蜜を飲めばすごいパワーを身につけることができる。百年美人と呼ばれる花のことを知る老人。老人を演じた幸田宗丸さんはウルトラシリーズに数多くゲスト出演し、スーパー戦隊シリーズでは、超電子バイオマンのドクターマンや、五星戦隊大レンジャーの、ウォーマ15世などの敵キャラを演じました。管理人とは近い。